どうも、ドズルです。はい、今日はですね、今年最後の、ドズトークということで、今年最後の動画を撮っていきたいと思います。今日はですね、ドズトークに、なんとスペシャルゲスト、スペシャルゲストに、スペシャルなの僕どうも皆さん、こんにちは、キヨキヨです。イエーイ。いや、キヨキヨさんに来ていただいております。はい、いや。キヨキヨさんも今年も終わりですよ。いやもう2016年めちゃめちゃいろんなことありましたね、本当に。今年の振り返りに入る前に、はい、まあ、今日の企画を説明します。あ、お願いいたします。今日はですね、2016年、何があったか選手権をやっていきたいと思います。よいしょ、来た、これ最強の企画来た。雑談最強最強まであります。最強ですよこれ。あ、何があったか重要ですねいやもう今日2016年何があったかを、はい、まあドズルとキヨキヨで振り返りながら、はい、まあドズトークゆっくりしていこうかなという企画でございます。皆さん貴重ですよこれ、貴重ですよ自ら貴重って言っちゃダメです。いや今日クラクラチャンネルにそもそもキヨキヨさん来てますから、ね、いやもうこれ事件ですよこれ。初めてですよねそもそも。初めて、多分初めてだと思います。こんな本当に多分初めてだと思います僕も。いやてクラクラチャンネルさんね、援軍お願いします。はい、援軍、もう3秒で言います。3秒で言います。1秒で言います。1秒でキヨキヨチョイスで、あ、お願いします。キヨキヨチョイス、うわ難しいこれ。いやもう何でもいいですよ、何でもいいですよ、何でもいい。適当にドズトークやるんで。じゃあねもうねドラゴンやってほしい。ありがとうございます。ありがとうございます。ドラゴン、ありがとうございます。レベル6来た、レベル6。ドラじゃあドラバルでちょっとガチってほしいな。ありがとうございます。ちょっとドラもうポイズン入れちゃって。サンキューです。さあそれではじゃあ私は資源狩りをしながら、いや、キヨキヨさん、今年むちゃくちゃいろいろやりましたよね。いや、もう1年が、なんか、思い返すと長いんですけど、まあ一瞬だったなっていうね。はいはい、長い一瞬、まあ、そうですね。長い一瞬でした、ね。いや、だって今年そもそも、あれですよ、はい、長い一瞬。今年そもそもだってあれですもんね、クラロワリリースしたの今年ですもんね。ほんとそうなんですよ、そこなんですよ。まだ実は1年経ってないっていう事件なんですよね。それ焦りますよね。事件ですね、それは。いや今年キヨキヨさんなりに一番記憶に残ってるものって何ですか、はい、いやそれ言っちゃうとまあバンジーみたいになっちゃうじゃないですか、はい、あバンジー、うん、まあ、ただやっぱいろんな他にもいろんなことあったわけじゃないですかね。うん、はいはいはい、第1回最強クラン決定戦とかもドズルさん主催のイベントもあって、リアルイベントをかなりやらせていただきましたね。はい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 。でちょっと実話の話しちゃっていいですか。はいはい、お願いします、お願いします。クラロワがね、いや実はですよ、今だから言えますよ。いやその、はい、欲しい欲しいですね。人間やっぱ腹割った話好きですから僕ね。はいはいはい、はい、最初クラロワがこうリリースされて日本リリースになった時に、いや、はい、僕正直このゲームをずっとやれる自信ないなって思っちゃったんです実は。おお、そうなんすか。いやなんか、はいはいはい、難しいというか、かなり興味深い話ですあーゲーム性がね、そうゲーム性がすごい、なんかこう一瞬、もうほんと一瞬一瞬をこう争うゲームじゃないですか。はい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 、はい、で僕のその1年前ぐらいの動画見てほしいんですけど、もうすっげえやっぱもうボン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 出してくるんですよ、はい、エリクサー3溜まったらもうなんかナイト出しちゃうみたいな、そういう感じで、なんつうんでしょう、あのクラクラってどっちかっていうとこう攻めてこう攻めてって頭の中で決めて攻めるじゃないですか、ゲーム性的に。そうですね、ゆっくりできます ね自分のペースで。クラロワって相手がもちろんいるんで、そこがもう全く慣れなくて、はいはいはい、うわこれ実況続けてんのかって思ったんですよ本当に。わ、そうなんす。それってリリースされてすぐですか。もう結構ずっと。まあもちろんそう、最初カナダのアップルストアで、あカナダリリース、はい、はい、でそれからまあ、全世界って感じになったんですけど、全世界なってやっと1ヶ月ぐらいで、あこういうゲームなのかってやっと慣れたぐらいなんですよ。はあ、じゃあ結構最初の4ヶ月ぐらいは、はい、結構苦しくやってあったわけですね。そうなんですよ、やってるんですけどもう難しすぎて、こう、はいはいはい、何がそのいやまあ確かに正解なのかっていうのが全く分からなかったんですよね。難しいですよね、うん、クラロワ今でも思いますもんね。うん、で僕がそのクラロワを好きになった、まあ、きっかけもあるんですよもちろん。それも話しちゃうんですか。ちょっと欲しい欲しい欲しい、ちょっとそんな欲しいっす、てんこ盛りじゃないですかこの動画ちょっとね。いやまずそもそもだって意外ですもんね、キヨキヨさんが、はい、まず結構クラロワを初めから好きだと思ってました。
や最初その、はいはい、まあとりあえずやるかと、まあ、ドズさんやってるからやるかみたいな感じだったんだ。そんなレベル、そんなレベル、そんなレベル。じゃあ、まあスーパーセルのゲームはもう間違いないですから、そのゲームバランス、まあまあそれはそうですね、もろもろ。で、まあやってその、はい、僕がそのクラロ好きになったっていうのが、まあとあるトッププレイヤーの方に、はい、なんていうんですかね、ジャイアントの出し方を教わったんですよ。はい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 、エリクサー10溜まったらキングの後ろから出すっていう。なるほど。で、はい、まあ、初めはもうそれもみんな知らなかったですもんね。そうなんですよね、はいはいはい、で中心部でいろんなものと合流させるとか、はいはいはい、その一つを知った瞬間にもうドハマりしちゃったわけなんですよ、はい、ああなるほど、うん、もうその戦略を知って勝ち始めると楽しくなるみたいな。ほんとそう、ほんとその一つのやり方を覚えたらもうハマっちゃいまして、まあ、今に至るみたいな感じなんですけど。ちょ、援軍もらっていいですか、ごめんなさい。いい話。あ、援軍ね、援軍。この人、僕ね、ドズさんの画面見れてないんですけど、この人。こっそり攻めました。キヨキヨさんがいい話してる間に、こっそり。あ、ディガ来た、ディガ来た。あ、ザッサン。辛い、辛い、辛い。そうなんですよ。あ、これいいな、こういう動画面白いですね。なんか楽しいです、ね。なかなかないパターンですね。うん、いや、でも結構私の場合は、はい、リリース当初からガンガンハマってて、はい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 、はい、あ。クラロは結構最初からあれでしたね。自分の、なんか、得意なゲームっぽい感じでしたね。あ、いやでも今だから言いますよ、僕も今だから言うんですけど、はいはいはい、ちょっとクラクラしながらクラロワの話ばっかしちゃうんですが、はい、すいません皆さん。今だから言うけど、はい、実際ね途中一瞬飽きかけたことあったんですよね。はい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 、うわ、おい、面白い話ですねそういうの。いや本当ですか。いや、はいはい、僕は結構最初の半年ぐらいはむちゃくちゃ自分楽しみながらやったんですよ、はい、ほう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 。で途中なんかこう、はい、これってでも終わりないなって思い始めて、はー、でそこでやっぱそのクラクラとクラロワの大きな違いなんだろうって考えたんですよね。はい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 、面白い。そこでやっぱりこのクラロワにないものでクランの絆かなって思ったんですよ。はあ、はいはいはい、クランの絆、クラクラチャンネルさん、はいはい、やっぱクラロワはあれじゃないですか、クランがその援軍を渡し合うだけみたいな、はいはい、当時そうですね、ところあるじゃないですか。ええー、なんでそこにちょっと自分なりにこうなんかクランっていうものに対してクラロワなんか薄いなって感じちゃう時があって、うん、確かに。それでその最強クラン決定戦をやりたいなって思ったんですよね。うわー、クランの中のこう仲良さだったり団結力っていうのを試す。結構ゲームを続ける理由って、はい、友達とかクラメンとかじゃないですか、わかんないけど。い、私はそうなんですよ。めっちゃありますよそれ。ありますよね実際。だってクラクラも、はい、多分クラメンいなかったらやめてますもんね。実際そうですよね。チャットなかったら寂しいですよね。確かに、チャットなかったらまずもうやめてますね。本当そうですよね、本当そうですね。ああそうなんだ。やっぱいろんなね、なんか2016年の終わりですからね、はいはい、いやすごい、ね、こういう話が面白いですからね。今だからできる的な、今だから言えるみたいな感じなんでございますけど、あとはやっぱり今年僕は印象的だったのはマカオですかね、はい、やっぱり。いやもうそこ外せないです。マカオやっぱ一番濃い1年の中で一番濃い日々を僕は送りましたね。いやもうね、だって普通に考えたらおかしいですよ、221m から飛ぶ。おかしいですね、確かに。あそこの高さから飛ぶのもおかしい、バンジーもおかしかったですし、うん、まあ、先日最近上がったあの鬼ごっこも個人的にむちゃくちゃ面白かった。いやあれはね、もうお金かかっとるなこの企画と思いまして、何してんのっていうね。何してんのって話でしたよね、本当に。カメラマンさん、カメラマンさん振り回して、ね、そう、ぜひとも皆さんね、動画概要欄のリンクにドズさん貼ってると思うんで見てください、はいはい、ぜひとも前編後編、はい、貼っときます、貼っときます。スパセルさんがね、まあ10万人特集おめでとうということで、はいはいはい、やっていただいたんですけど、なんかもうほんめっちゃいいこと言いますよ僕これから。おほほ、ハードル上げていくスタイル。僕はね、はいはい、はい、クラロワと共に成長してきたと言っても過言ではないわけです、はい、すごい壮大でいいこと言ってますよ。言い切った、なるほどなるほど。だってこうクラロワやってなかったらもちろん皆様とも出会えてないわけですし、ドズルさんとも出会えてないわけですよ、はいはいはい、まあそうですね、本当この2人もなかったわけです、ね、もし東京ですれ違ってもなんかおっさんだなみたいな、はいはいはい、ああおっさんだな、違う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 、おい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 、違う違う違う、すごいなんかすごいかっこいいお兄さんだなって思うだけなわけなんですよ。
当になんか YouTube とクラロアとかクラクラとかもすごいすごいなっていう、僕の人生を本当変えたって言っても本当に過言ではないですね。本当にそうですね。野球業さんもう本当にいい話してる中申し訳ないんですけど、はい、援軍もらっていいですか、はい、出たもう出たもうね援軍ください。すごいいい話するときにもう援軍を申請します、ね、援軍ください。ごめんなさい、援軍ないとやっぱ攻めれないんで。まあ確かにそうですけどね。ありがとうございます、ありがとうございます。ネクロマンスターいただきました、ありがとうございます。はい、あ、クラクラのあれですね、はい、個人的に大きかったアップデートは、はい、見た目が変わったことはすげえ大きいですね、個人的に。確かに確かに。あんまり変わんないですか？いや、だってこれ、もう3年、はいはい、4年ずっと同じイラストだったわけじゃないですか。確かにずーっと一緒でしたもんね。それが、もうヒーラー整形しましたからね、ついに4年の時を経て。これヒーラーはもう確実にやっちゃってますね。やっちゃいましたね。やっちゃってますね、この子は。まあ目でしょうね。多分3000万ぐらいでしょうね、多分。いや、個人的にやっぱガーゴイルが好きですね、ガーゴイル。あ、ガーゴイルいいっすね。今見てるんですけど、僕。ドズさんどうせ今、攻めてるんでしょ、多分。ごめんなさい、ごめんなさい。僕見てますから、ガーゴイルの絵を今。僕がガーゴイル結構好きって言ったら、ドズルさん似てますねってコメントめっちゃ来てました。ほんとそう。で、僕はこれを、僕がこれに対して反応しちゃうと、はいはい、もうドズルさん、はいはい、ガーゴイル、バロタっていう、ずっと言われ続けちゃうなと思って、あえて反応しなかったんですね。そう。今年あれじゃないですか、流行語大賞、あれじゃないですか、勝手に流行語大賞決めるとしたら、ピヨキヨザコすぎバロタじゃないですか、やっぱり。いや、まあ確かにあれは、すごい、なんか、なんで流行ったんだろうまで思いますけどね。いや、ザコスギワロタブームになりましたね、やっぱ。いや、でも、ザコスギワロタを、こう、はいはい、なんで生まれたのかって多分知らない人多いと思うんですよね。あ、知らないです、知らないです。はい。いや、多分、皆さんの中で多分、なんかノリでやってるなーぐらいだと思うんですけど、あれ実は。コメント欄から生まれたんじゃないですか。いや、まあまあ、そうなんですけどね。そうなんですけど、実は、はいはい、その前に、前段階がありまして、はい。前段階あるんですね。僕がそのレジェンド道だったりとか、そのまあクラロワですよ、はいはい。でやってて、まあ下手くそだと。はい、まあ負け続けた時に、なんかこう苦し紛れのコメントとして、ちょっとみんな、はい、ちょっとこう雑魚すぎとか書かないでよ。ってちょっと振りっぽく言ったんですよ。ネタっぽく。はい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 、あ、じゃあもう、あれ完璧に振りだったんですね。そうなんですよ、最初は。ただ、はいはい、最初はですよ。こう、ちょっと勘のいい視聴者さんが、まあ、5、6人ですかね。ザコスギワロタ、はいはい、わらわらって書いてただけだったんですよ。書いてくれて。はいはいはい。一つの動画としてのネタとして。はいはいはい、はい。そしたら僕がミスるたびにですね、その勘のいい視聴者さんが書くわけですね。で、それなんかおもろそうって思って、なんか、5人が10人、10人が20人になってたんですよ。はいはいはい、はい。そしたら気づいたら、まさかの第1回最強クラン決定戦、第2回最強クラン決定戦のコーナーとして取り上げられるっていうもう謎。謎ですからね。人生何あるか分かんないですよ。分かんないですね。一つの言葉からコーナーにまでなっちゃう。本当に。本当にね。だからもうね、ね、2017年はちょっとドズルさんでいきましょう。え？いやいや、私？2017年はドズルガーゴイルワロタだな、ちょっとこれ。危ない危ない危ない。危ない。やばいやばいやばい。この動画のコメントから始まりますよ。よくないよくない、皆さん、皆さん、よくない。よくない、よくない、よくない。怖い、怖い、怖い、怖い。いじめにまで発展しますからね。いじめまで行きますからね。怖いですよ。いや、僕、あれ、やっぱ、こう、言われてる時は、半分ネタなんですけど、はい、半分本当ですか？つか、8割ぐらい本当ですから。雑魚って。やっぱちょっとへこみますよね。その時もありますよね。さすがにだって、はい、ネタって分かってても、人に雑魚って言われたら、やっぱ、傷つきますもんね、どんな人でも。そうなんですよ、そこでしたね。実は結構傷ついてたまでありますからね。あーっとごめんなさい、こっちの話です。出た出た出た、ヒールを2つ打ってしまいました。いきなりだって僕ドズさんの画面見れてないから、あーっとっていきなり聞こえてきましたよ。こっちにね。ごめんなさいごめんなさいごめんなさい。なになになにぐらいまで感じですか。いやーでもなー、そうですよね。いやでも今年は本当リアルイベントかなりありましたね。本当そうですね。まあもうドズルさん主催のもうイベントがなかったら、いや結構ね、はい、リアルイベントは本当やってみて本当に苦労が分かりましたね、いろいろ。あ、今まで生放送とかリアルイベントとか僕たちってこう、はい、出してもらう側だったわけじゃないですか、全部、はいはいはい、そうですね。うん、でそれでやっぱ実際自分でやってみて、こんなに手が回らないもんなんだっていうぐらいバタバタして、
もう死ぬかと思いましたね、一時期。すごいな、だって主催ってすごいですよ。いやキヨキヨパイセンにはも及びません、本当。いやいや、でももうあのね、覚えてるんですよ、そのリハーサルの時とか。はいはいはい。もうドズルさんがもちろんその当日実況解説とかをされるんですけど、はいはいはい、リハーサルの時からもう本当会場をこう仕切ってるというか司令塔というか。いや全然本当にこの人は何者なんだっていうのを本当にお会いして感じました、本当に。スキョウキョウさん、はい、僕を褒めていただいてる中まさかあー出たよもうまた、すごいこういい感じの話の中本当に申し訳ないんですけど援軍いただいていいですか、援軍いただいていいですか、バルーンだわ、もうバルーンだ、ごめんなさい、ありがとうございます、ありがとうございます。キヨキヨさん、来年はどんな年にしたいですか、もう、はい、すぐ来年来ちゃいますよ、2017年。いや来年はやっぱりもうこんなんね、2016年、それこそ雑魚かったなって言えるぐらいの年にしたいですね、はいはい、あ、自分でね、はい、もう2016年のキヨキヨ雑魚すぎわろたと、本当にもうなんであんなんで疲れてたのかと今はもっとすげえことしてるぞっていうのを1年後のドズトークで言いたい。あーなるほど、じゃあもうこれ来年もするわけですねいやもう間違いないですよ、やりましょう、やりましょう、間違いないです。いやーでもね、私もね、もっと正直本当に上に行きたい、はい、上に、いや上ですね、上行きたいっすね、うん、あんまり僕こういう話しないんですけど、はいはい、そうですね、やっぱ YouTube でももっと勝ち上がりたいっすね、はいはいはい、すごい気持ちはあります、僕は本当にそうですよ、どうせやるなら、ね、もうてっぺん、うん、てっぺん取りたいっすよね。てっぺんですよ。やるならね。ブンブン、ブンブンいっちゃいます？ブンブンあと1回攻めたぐらいで終わるんで、もうちょっとお付き合いください。了解です、了解です、了解です。アイスアイスアイス。そうですね。あとなんかありましたっけ？まあでもなんかこう、僕が1年前の動画をクラクラとかクラロワとかを見返すと、なんか本当に多分視聴者さんが一番気づいてるとは思うんですが、なんか別人ぐらいまであるんですよ、はいはいはい、テンションだったりとか別人までありますよね、うん、私も実は最近動画のコメントで、はい、どうぞさん実況の仕方っていうか、なんか明るくなりましたねって言われるんですけど、あ、はい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 、あ、まあ確かにその実況の仕方、僕もキヨキヨさんも若干変わりましたよね。そうですね、うん、なんかやっとこう YouTube ってものを分かって素が出せるようになってきたなっていうのが本当感じます。ああなるほど、あ確かにそれはある、それはある。こう実況ってなかなかやっぱ難しくて、はい、そのどうしてもかしこまっちゃったりするんですよね。いやー分かります、めっちゃ分かります、分かりますよね。そうマイクを前にしちゃうと、はい、どうしてもこう自分のいつものトークが出せなかったりとか、本当そうですね、ちょっとかしこまっちゃったりするんですけど、やっとそれがこううまく回り始めたかなみたいな。うん、本当そう思います。そもそもこれが素なんですよね。そうですそうですそうです、そうですよね。でドズさんにはこれ言ってないんですけど、何ですか何ですか何ですか、ハルパパさんとドズルさんの2年前ぐらいの動画を見るのが好きなんですよ。おいおいおい、いやあのハルパパさんの、悪いわあの人、はい、ハルパパさんのそのまあ環境がこうスマホで再生するものを大画面のテレビで見れるんですよね、はいはい、で音も大きく見れるんですよ。もう2年前ぐらいのドズルさんのやつを見ると、別もうすごいかしこまってすごいシーンとしてて、いやだってそもそももう1年前で多分違いますよ。いや本当そうですよね。わかりました、じゃあこの動画の概要欄に、はい、ちゃんと2年前の動画貼っつけとくので、ぜひ皆さん今のドズさんと比べてみてください。はい、比べてみてください、この私と。まあでも結構こっちの方が本当に素なんで、うん、本当そうですね、本来の私に近いんで、うん、まあなんかこう性格が変わったっていうよりは実況の仕方を覚えたって感じですかね。あ、ほんとそうです。もううまいな、はい、ドズルさん。いやいやいや、やめてください。言葉がうまい。すぐ持ち上げますからね。いやいやいや。いや、はい、ということで、はい、長々とお送りしてまいりましたけれども、はい、2016年、これが最後の動画でございます。そうです。キヨキヨさん、どんな動画あげたんですか、今日。僕は、はい、最後の、2016年最後のレジェンド道ですね。はい、おー、最後のレジェンド道。はい、もう、僕、
感動しちゃってるんで、ぜひとも皆さん。え、そんなレベルですか？感動作ですか？感動作までありますね。うわ、楽しい、楽しい。って言うとハードル上がっちゃうんで、やめてください。皆さん、今聞いてください。皆さん、その感動作もぜひ、概要欄に貼っておくんで見てください。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあ、2017年も、京介さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ということで、皆さん、良いお年を。バイバイ。ごっしょー。あらっしゃ。あらっしゃ。